二代目マディソンスクエアガーデン1911年のメトロポリタン生命保険会社タワーマディソンスクエアはニューヨーク市マンハッタン区のフラットアイアンディストリクトにある市所有の公園である公園の東端はマディソン街南端は23丁目北端は26丁目そして西端は5番街とブロードウェイであるマディソン街は公園の南東の角23丁目を起点に アップタウン行きの交通を運んでいる。広さは2万5千平方メートルである。この公園の南はフラットアイアンディストリクト、北及び西はノーマット、そして北と東はローズヒルである。公園の名は第4代アメリカ合衆国大統領ジェームズ・マリソンにちなむ。非営利管理団体が主体になり、ニューヨーク市公園局と連携して維持管理を行っている。 最寄りの地下鉄の駅は23丁目駅である。マディソンスクエアの名前はスポーツアリーナのマディソンスクエアガーデンによってよく知られているが、最初のアリーナは1874年にこの公園のすぐ北側に建設された。その後1889年に改築、1925年に八番街49丁目、50丁目に移転し、さらに1964年に 現在の8番街33丁目に移転した。公園のすぐ南にはフラットアイアンビル、東にはメトロポリタン生命保険会社タワーとニューヨーク州上層裁判所長者が立っている。1918年のビクトリーアーチこの公園のあたりはかつては湿地帯であり刈場として使われていた。1686年に初めて公共公園として使用された。 18世紀の間は墓地となった。1807年、240エーカーのザ・パレードと呼ばれる軍事施設が現在の23丁目から34丁目、3番街から7番街の間に建設された。これは軍の交渉、兵舎そして訓練場であった。 マディソンスクエアとマディソンアベニューの名前は、1839年に5番街と23から24丁目の地点に建てられ、後に、前代大統領の名前を取って、マディソンコテージと名付けられた施設から来ている。1847年5月10日、マディソンスクエアパークは公共公園として開園した。ジョージ・ワシントンの初代合衆国大統領就任100周年を記念して、 1889年に2つの仮設の外線門が5番街の23から26丁目沿いに建設された。10年後の1899年、デューイアーチが5番街と24丁目の地点に建設された。これは前年のマニラ湾海回線における英雄ジョージデューイの外線パレードのためであった。この外線門は仮設の予定だったが、1901年まで、 残され、解体された。15年後の1918年、EN、ジョン・カイ・ハイロン、ニューヨーク市長は、ビクトリー・アーチと呼ばれる、外線門をほぼ、同じ場所に建設した。これは、市の戦没者を称えるためのもので、トーマス・ヘイスティングズの設計で、ローマのコンスタンティヌスの外線門をモデルにしていた。ありがとうございます。